にちは。ファンヤン湾に登ってくる日を象徴するファンヤン市のマスコット、ヘアです。アクサデーは、オクリョンミョン、トンゴンリ、ドンドンブラックにある石窟です。このアクサデーは、朝鮮時代の儒学者であり、文章家であるシンジェ・チェサンドゥ先生が勉強をした場所として有名ですが、チェサンドゥ先生の賢さに関する面白い説話が伝わっています。朝鮮時代、ファンヤンのボンガンミョンで農夫の息子として生まれたチェサンドゥ先生は、少年時代に勉強のために五里も離れた峠の向こうにある寺小屋まで歩いて通いました。通学路の中間地点あたりにある木トンという峠には徳原が多くありました。当時、人が亡くなるとそのまま土葬しないで穴蔵の中に安置しておいて、死体の水分をすべて蒸発させてから埋葬する風習がありました。徳原とは、その死体を安置しておいた穴蔵のことを言いますが、大人でも怖くて徳原があるその峠を越えるのを嫌がりました。ある日の夜、チェサンドゥは寺小屋で勉強を終えて家に帰る時に、突然土砂降りの雨が降り出しましたので、仕方がなく徳原で雨宿りをすることになりました。参ったな、ひどい雨だな。あそこで止むのを待つとするか。その時、向こうの徳原から急に聞き慣れない声が届いてきたのであります。おい、もうそろそろ出て行ったらどうだ。ん？なんだ今の声は。誰もいないのに。チェサンドゥは自分の耳を疑いました。ところが、今度は雨を避けるために身を寄せていた徳原の中から声が聞こえてきました。今夜、大切なお客さんが来たので出て行けないんだよ。え？チェサンドゥは怖くなりましたが、息を潜めて彼らの会話に耳を傾けました。へえ、その大切なお客さんって誰だい？管理学士さ。幽霊どもは予知能力があると聞いたことがあるが、とすると私は将来管理学士になるということだな。それ以来、チェサンドゥは学問により一層励みました。それから数日が経ったある日、峠を越えていくと、今度は綺麗な乙女が現れて、チェサンドゥを誘惑しました。そんなに急いでどこに行くんですか？私とちょっとお話でもしませんか？どなたか存じませんが、勉強の邪魔になりますので、どいてください。チェサンドゥは勉強の邪魔になると思い、彼女の誘いを断りましたが、その日以来、峠を越えていくたびに乙女が現れて誘惑し続けたのであります。チェサンドゥはこのことを寺小屋の師匠に話しました。ふん、綺麗な女が徳原のある峠に現れるということか。師匠、どうすればいいのでしょうか。では彼女の誘惑に負けたふりをして、彼女の口の中にある実を取り出し、素早くそれを飲み込むのじゃ。実をですか？チェサンドゥは師匠の教えの通りに、今度は乙女の誘惑に負けたふりをします。今日も急いでいらっしゃるんですか？いえ、あなたの唇はとても魅力的ですね。もっと見せてください。あら、恥ずかしいわ。チェサンドゥは乙女の口に入っていた実を引き出して飲み込むと、乙女は狐に変わって逃げてしまいます。それからチェサンドゥは有名な学者になりましたが、その時に飲み込んだ実が役に立ったという伝説が伝わっています。ファンヤンの誇りであるチェサンドゥは、ヘナムのユングタンニャンのユーソンチュンとともに湖南三傑と称されています。ファンヤン市ファンヤンウウサンリには、チェサンドゥの業績を記録したチェサンドゥ先生の記念碑が建てられています。